皆さんこんにちは、大樹です。ちょっと今日背景寂しいですけど、実は引っ越しすることになってまして、数日とか、まあ1週間ぐらいかな、はこんな感じだと思います。昨日ね、コーチ仲間のゆきちゃんこと船橋ゆき子さんのね、英会話筋トレみたいなね、この本の、まあ、出版記念と、重版のね記念のパーティー、まあオンラインなんですけどに呼ばれましてね。でまあそこでいろいろ話したんですけど、いやーやっぱねコーチだから期待されるのね。なんかその英語学習者がこうモチベーション高くとかね、やる気になる方法で、いや英会話も筋トレと一緒で、やっぱりコツコツね努力するんで、ベーシックなこと積み重ねていくの大切だと思います。でだからね、そういう意味では、ジムのパーソナルトレーナーみたいにね、このにこやかに追い込んでいくとかね、そういうもちろんコーチングって有効だと思うんですけど、それってお互いの間に信頼関係があって、かつ相手がこのモチベーションがあるというかね、やるぞと決めてる時はいいし、で四六時中の目の前にいればできるんですけど、まあそうじゃないとできないよね。だからやっぱり本人にこう意欲を持ってもらうっていうことが大切なんですけど、昨日話したのはね、意欲を持ってもらうために意欲を持ってもらう前に、なんか意欲を削ぐっていうことをやっぱりないように気をつけましょうねってことなんですよね。でなかなかほら人間ってそもそもね、言葉ができないっていうことってなかなかに恐怖があるんだよね。でそれとほらコミュニケーションできないっていうことになるから、だからやっぱりすごくそこに向き合いながら頑張るっていうのはなかなかしんどいかもしれない。でも逆にね、できるようになったっていう喜びがあるといいんだけど、まあでもなかなかね、そういうふうにすぐにこうメキメキ素人が感じられるようなというかね、喜びもあるわけじゃないもんね。でだからやっぱりそこの部分を踏まえた上で、本人がね安心安全にのいられる、心理的安全性って何かって言ったら、この失敗しても大丈夫っていうことね、なんかうまくやれなかったら間違ったりしても大丈夫な雰囲気の中で、とにかく本人がトライしてることね、そのプロセスですよね、結果がうまくできたかどうかじゃなくて、本人が取り組んでるっていうことに OK 出すし、それからやっぱりね、小さな成長をやっぱり先生は見てあげてほしいんですよね。でちょっと発音良くなっただの、ちょっとだけでも読むの早くなっただのね、一つ単語覚えただの、やっぱりそういうとこ見ていいねっていうことをもらえるから、やっぱりもっとやってみたいってこう意欲が出てくるね。でだから意欲をそがない、そのためにはまず安心安全な空間作るって大切だし、あと人と比べるとかね、高い目標と比べるとやっぱり一般的にね、どんどん、意欲はそがれてきがちですから、なので、やっぱり個人の成長を見るとかね、で適切な目標設定してそこに向かって進んでいって、できたできたとかね、惜しかった残念もう一回やるぞっていうのをやっぱりしていくっていうのが、この意欲が高まっていくためにはね大切だと思います。であとやっぱりビシビシやるのも微妙なんですけど、あまりにも優しくやりすぎようとしてね、なんかそれも本人の意欲奪っちゃうんですよね。何でもお膳立てしてあげちゃうとかね。でだから何日か前のビデオでも言いましたけど、まあちょっとその植物をね育てる時に支柱を刺すぐらいの感じで、で基本は植物の全部力でやるんだけど、ちょっと足りない部分とかね、手伝ってほしい部分とこだけ支えるっていうような考え方ができるといいんじゃないかなというふうに思います。だからなんか意欲を上げるとかね、モチベーション上げるっていうのもあるけど、それをそがないとか邪魔しないとかね、安心安全の中でねリラックスしてとか楽しんでやってもらえる方法を探すみたいなことも大切じゃないかなということで、参考にしてください。それではまた。